アクレップ話へようこそ。ヤッホーメダです。今日はね、うちで飼育しているフライシマンアマガエルモドキことグミガエルにね、餌を与えてみたいと思います。それでは行ってみよう。ではね、ちょっとね、水苔が入っていたんでね、水苔を取り除きました。ではね、餌の方を与えていきたいと思います。ちょっとね、落とすところミスるとね、全部水の中入っちゃうんでね、どうしようかな。この辺でいいかな。この辺でね、タタタターと落としていくと、カエルさんたちが、おそらく食べるはず。どうかな。あ、もう入ってますね、水の中に。で、カエルさんたちはね、おそらくね、さらに気がついてないのかな。ちょっとピンセットでね、ダメ元なんですけど、与えてみようかなと思います。ではね、ちょっとダメ元でね、やってみようと思うんですけど、ダメだー。ダメだー。ダメだー。食わない。だからもうこんな感じでね、ぴょこぴょこ飛んじゃうんですよね。こういうのはね、やっぱりこうやって食べる、こういう風にね、与えるような子じゃないのかな、きっと。あー、ほら。あー、ダメだ、ぴょこぴょこ飛んじゃ。カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょことかね、言ってる場合じゃないんですけど、まあ、こんな感じでね、本当にぴょこぴょこね、飛んでっちゃうんですよ。で、カエルさんたちね、おそらくもう目覚めたと思うんで、ちょっとね、もう一回やってみましょうか。ではね、第2波ね、入れていきまーす。あー、食べるか。食べるんだ。餌に気がつくんだ。お？乗ってるけどどうだ？まあ、カエルはね、動くものをね、餌と見るんで、どうなんだろう。動いてないとね、見えないんですよ。そう、カエルってね、動いてないとね、本当に見えなくて、こう、動いてないとね、食べてくんないんですよ。どうかな。反応なし。いやー、食ってくんないな。動画的にはね、食ってくれた方がね、いいんですけど、カエルさんたちがね、かたくなに動かないですね。ちょっと眩しいかな。一応ね、こんな感じでやってみたんですけど、全く反応がないですね。本当に固くなに食べない。まあ、こういうのはね、やっぱり個体差もあるんでしょうね。まあ、中にはね、ピンセットから食べたっていう人もね、いるんですけど、まあ、うちの子はね、ピンセットから食べず、人前では食べずっていう感じですかね。まあ、やっぱこれもね、個体差の一つなのかな。うん、かわいいね。まあ、餌食べる姿がね、見れなかったんでね、カエルさんでもね、映していきましょうか。まあ、せっかくなんでね、カエルのね、この後ろ姿というのをね、今見てるんですけど、こう動いてるの分かりますか？心臓が。すごいですよね。まあ、こういう感じでね、お腹がね、透けて見える分、すごいグロテスクというか、まあそういう感じがね、あります。抱卵するとね、お腹の周りに卵がね、バババババーってついてね、すごくわかりやすいんですけど、まあこの子はね、こんな感じで、抱卵とかね、妊娠も何もしてない状態ですね。まあこういう胃とかを見ればね、食った食わないっていうのがね、おそらくわかると思うんですけど、まだね、まじまじとね、観察してないもんで、ちょっとね、わからないです。ではね、もう一匹の方見ていきましょうか。もう一匹の方もね、こんな感じに心臓が動いてますね。うん、いいね。で、すぐそこにはね、餌がね、たくさんあるんですけど、カエルさんがね、餌に全く気づいてないです。どうしたものかね。まあこれもね、ちょっと一旦ね、餌を変えてね、また動画のね、撮影をね、チャレンジしてみようかなと思います。
いや、難しいね、こういうのって。やっぱりね、うちにいる、まあ、飼育できてるだけね、まだ、いい子か。で、ちなみにこの子はね、最低数2類になるのかな、確か。そう、この子ね、最低数なんですよ。まあ、最低数というのはね、絶滅危惧種になってるんですけど、まあ、そういう感じでね、割とね、ちゃっかりと、そういう感じのね、カエルなんですよ。まあ、なんでね、この子たちがね、いつ入荷がなくなるかっていうのがね、非常にわからないんですけど、まあ、言わせておけばね、帰るときにね、買っとくのが、やっぱいいのかなと思います。まあ、いずれはね、帰る繁殖ね、させてみたいなとは思うんですけど、まあ、この子たちね、多分、難しいと思います。ね、これをね、繁殖してる方がね、時々見るんですけど、本当にすげえなぁと思います。いいね。こんな感じでね、カエルがね、います。本当にグミみたい。いいね。ということでね、今回はね、この辺で動画の方終わりにしようと思います。またね、次回餌あげのね、チャレンジしてみたいと思います。今回はこの辺で動画の方終わりにしようと思います。次の動画もまた見てね。バイバーイ。